もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？ああ、わかった。では、あなたに何かアドバイスをした方がいい？待ち続けよう。優柔不断なんてあなたらしくない。ケビン、あなたでもどうすればいいかわからなくなった。そうでしょ？そんなに複雑ではない、アポニア。この状況下で一つだけ頼みがある。かつてエリシアが君に渡した彼に聞くのはやめた方がいい。メイ、君には関係ない、そう言うだけだから。でも今は焦る必要はないよ。スーがその真偽を確認しているでしょ。ええ、少し前に私は楽園でおかしな変化に気づいた。それは無視できないような空洞めいた感覚だった。だから私の代わりに観測してほしいとスーにそうお願いしたの。私にとって感知は確かに簡単だけど、遡ることとなるとやはり第二の神の鍵を持つ者の方がよりふさわしい。私がやると関わってくる部分がより多くなるだけだから。もしかしたら今のように言葉を交わすこともできなくなるかもしれない。エリシアは楽園から完全に消えた。ええ、これが初めてだよ。現れようとしないことと消えてなくなることは違う。それに、はあ、今はスーの出す結果を待ちましょう。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。
君だったんだね、来訪者。いや、少し滞りがあっただけさ、来訪者。少し前に君はクラインのところで古の楽園の中にある廃棄データに遭遇しただろう。構わない、来訪者。唐突だが、君に協力を頼めないだろうか。僕は古の楽園にある膨大な情報からエリシアの居場所を探ろうとしている。しかし5万年という時間の中で意味のないデータはあまりにも多い。そういう滞りがあると手がかりに気づくチャンスを見失うかもしれない。その通りだ。君はそれに接触したことがあり、律者の力も持っている。つまり今の僕たちの中で君よりふさわしい人はいないんだ。あ、しかし今まで僕が見たものは楽園のデータの半数にも及ばない。僕は引き続き楽園の有効エリアで追跡を行う。君には僕と共にデータを通り抜けてもらいたい。廃棄データが現れた場合、僕が感知する前に壊してほしいんだ。感謝する。廃棄データは有限だし、全てを壊す必要も壊せるはずもない。僕が干渉を受けないようにしてくれればいい。それが終わったら僕たちは無事にここに戻れるはずだ。もう少し準備が必要かい？これから僕は楽園のデータを検索することに集中する。邪魔するものはどうか壊してほしい。それだけ？それも理由と呼べるの？彼らが命を懸けて戦ってることはもちろん知ってるけど、私たちは違うというの？彼らは特殊だから？彼らは運が良かったから？あんな化け物になったのにまだ生きていられるから？特殊か。なあ、コズマのことを知ってるか？13人の融合戦士の一人だが。よく考えてくれ。自ら破滅を招くことになるぞ。じゃあ今日から火を追う側に反逆しよう。あのメビウスはこっちで何とかする。安心してくれ。安心できるかどうかはさておき、おかしいだろ。反逆なんて誰が言うんだ。人類は終わった。これは思考能力を持つ人間が行う賢明な選択だ。もうどうでもいい。世界の真相や最後の勝利なんて気にしない。俺はただ死ぬ時は誰かに抱きしめられたい。ただそれだけだ。やめましょう、ケビン。そろそろ撤退しなければ。そうしていてももう意味はありません。行きましょう。タイミングを見失うわけにはいきません。今はまだ落ち込む時じゃない。
そうでしょ？落ち込んでいるわけじゃない。まだ終わっていないんだ。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。切る。下がれ、雷の律者。影です。終戦。終わったのか。助けが必要だとアポニアに言われた。ケビン。なるほど。スー、結果は？もう古の楽園のデータを全て検索し終えた。だが何の収穫もなかった上に、サクラのデータにも問題があることが判明した。あ、彼女の本体を構築するデータも跡形もなく消えていた。しかし彼女が残した一部の痕跡は偶然保存されていたんだ。言い方を変えると、彼女はエリシアのように完全に消えたわけではないが、それでも見つからない状態に変わりはない。わかった。まずはここを出よう。つまりこの件についてすでに確証を得たわけだね、エリシア。彼女は確かに去った。余計な真似を。何、そんなに現実を受け入れがたいの？あの時あなたたちは今のような表情を少しも見せなかったくせに。いいだろう。この件はしばらくこの場限りの話にしよう。へえ、手下さん、ようやく前面に出る気になったのね。あなたってば、ついていく相手がいない状況ではどうすればいいかわからず、ネズミのように死んだふりをするのかと思ってたわ。重要なことだから一度しか言わない。僕たちの調査に進展があるまで全員にこの件を知らせてもデメリットにしかならない。だから僕が自ら口にしない限り、楽園でこれ以上誰かがこの件を知ることは許さない。この約束を守らない者がいるなら、別の方法で黙ってもらうという手段も厭わないが、この件の本質を確かめに行く。そうだ。だがその前にメビウス、
何か言いたいことは？はいはい、わかった。ちゃんと守ってあげるわ。でも、いつまで守るかは、私の気分次第よ。つまり、ここに残って裏切り者の哀悼をするような行為に興味なんてないってこと。あなたたち、人類はいつもそう。正しい道を拒んで、もう戻れないところまで来たから、また後悔する。だからこそ、退屈極まりないのよ。ケビン。彼女ならちゃんと守ってくれるさ。あとは、アポニア、君は。ケビン、あの時から、私たちは同じ特殊性を持っている。私が秘密を守れない人間だったら、今、こういう状況にはなっていないはずだよ。それに、私もしばらく、ここを離れる。君は、自分のやり方で、この件を調べるつもりなのかい？ええ。あなたを信じていないわけではないよ、スー。私はただ、最善を尽くしたいだけだから。わかった。僕ももう少し頑張ってみるよ。ええ。それから、メイ、一つお願いしてもいい？メイ、もう少し近くに来てくれる？その、男の子たちには教えられないことがあるから。出発の時間だ。慎重に行こう。ああ、ついてきてくれ。私が戻ってくるのを知ってたの？ええ。だからこそ、私はここに残ることにした。でもメビウス、あなたはそもそも、ここを出ていないのでしょ？相変わらず嫌な人ね。そう？実は、私も自覚がある。でも今は、私の話はどうでもいいはずだよ。あなたは、この件をどういう風に考えているの？メビウス。それって、ケビンのこと？ここにいる人で、彼の本心を見抜いた人なんて、いるのかしら？見抜く？ええ。多分、私たちは彼を、複雑に考えすぎているだけなのかもしれない。ええ、そうね。それほど複雑じゃないのかもしれないわね。だって、わかりやすかったもの、今回。彼は本当に、焦ってるわ。やめましょう、ケビン。そろそろ撤退しなければ。そうしていても、もう意味はありません。行きましょう。タイミングを見失うわけにはいきません。今はまだ落ち込む時じゃない。そうでしょ？落ち込んでいるわけじゃない。まだ終わっていないんだ。ただ、彼は、立って死ぬべきだった。
でも、コズマも大人なの？アポニアは一体何をグレーシュに渡そうとした？本当のことを教えてくれなければ、彼女への接触は許さない。忠告したはずだ。誰も信じるなって。アポニアはただ、彼女の首に触れただけだ。力は大して入っていない。彼女はそう語っているけど、どう思う？アポニアがグレーシュを傷つけるような素振りを見せたことは、今まで一度もない。それはどうだか。帰ってくれ。いいの、コズマ。メイお姉ちゃんは確かに私へのプレゼントを持ってきてくれたから、かなり不思議な感じだけど。アポニアお母さん、どうして紫色をくれたんだろう。うん、私に渡して。もういいよ。あなたとは関係がないから。ここを出よう。すでに多くの時間を無駄にした。あなたたち、私とコズマに隠し事をしてるの？ああ、彼女の言う通りだ。私も一緒に行く。グレージュ？誰かに教えられた答えは受け入れるつもりはないわ。私は自分でそれを見つけるもの。本当に？わかった。じゃあ、もういい。はぁ、もういい。いや、いいだろう。そうしよう。わかったなら、彼女の真似はよせ。ここで君の想像を超えた話をしても意味はない。コズマ、私たちも行こう。今回は違う。今までこういった事態への対処はエリシアがしてきた。強い力を持つ者ほど軽率に行動すべきではない。それが彼女の主張だった。それだけではない。彼女に痕跡を残されたのは人類だけじゃない。世界もだ。
この話は忘れた方がいい。誤解しないでくれ。あの剣を前にすると、言葉自体が無力なものになるんだ。その質問を口にするのは、君がまだ知らないからだ。彼らにとってエリシアの存在が一体どんな意味を持つのか、現実がすでにその件を証明している。それはこちらのセリフだ。気づかれた。近づきすぎたのかな。何せあれはケビンだ。それにリッチャもいる。まだ続けるのか。うん。でもその前に絵を描いてもいい？コズマ。だが、まあいい。次はない。まだだ。風をまとい、迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。撃ってくるよ。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。別の問題を考えていたからだ。手分けして行動しよう。これが誰の力か君も分かっているはずだ。いや、君と接触するまではそうではなかった。君はこのまま目的地まで急ぐといい。僕は戻ってグレイシュを説得する。心配はいらない。
すべての道を一時的に凍らせた。雷の律者、ここに書いてある内容を見るといい。君の考えた通りだ。もう遅い。もう一度確認する。言ったはずだ。僕はもう一度確認すると。グレージュ、そこにいるのか？ついてきたんだ。最初から彼らがここに来るって知っていたのか？ううん、ただ色をたどって歩いたの。何があった？大丈夫か？うん、二人は大人の話をしてた。コズマ、あなたも大人なの？なぜそれを聞くんだ？だって大人がわからない。でも今の私も大人の話に参加しないといけないみたい。来訪者、何せ今は他に気を使う余裕がないからね。データ室に行ったようだね。やはり君たちにも奇妙なことが起きてたようだね。ケビンは？僕の観測によると、昨夜データ室で起こった全てに停滞もしくは欠損の気配があって探知できないんだ。まるで空間が凍ったようだったよ。君が考えているよりずっと多い。例えばメビウス、アポニア、そして僕。うん、
エリシアが死んだ。それとサクラの、どうやらこれは君たちが目にしたもののようだ。なかった。君が見たタイプライターが事実以外を記録したことはない。事実とは受け入れがたくても反論できないものさ。来訪者、結局個人の力には限界があるんだ。エリシアも僕も同じで例外などはない。もしかしたら他の助けが必要になるかもしれない。うん。では来訪者、僕も同行させてくれないか。もちろんケビンとは違った形になるが、力の大半を観測に使わないといけないからね。ああ、いくらか助けになれると思うんだ。それに精神に付き添うだけで覗きはしないから安心するといい。医者にとって診察は欠かせない大事な務めだからね。信じてほしい、来訪者。精神感知型の融合戦士である僕たちは、人と向き合っている時こそそのスキルを最大限活用することができるんだ。この技術は戦えなくなった戦友たちの体を動かすために使っていたんだ。しかし言うまでもなく、君のような強い律者はコントロールできない。つまり君への影響はないに等しい。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。
あら、メイさん。来訪者、少しストレートすぎる。ん？メイさん、何のことかしら。わかってるのに、私に聞くの？それって、当たり前でしょ？ここはそもそも彼女の楽園なんだもの。一人でいたいと思えば、誰も見つけられないわ。誰にだって一人になりたい時があるでしょ。ええ、エリは自分がいなくなったらみんながどう思うのかすごく気にかけていたから。昔彼女が机に向かって何かを書いているのを見かけたことがあったわ。何をしているか聞いてみたら、読んだら誰もが懐かしんでくれる手紙を書きたいの。今もどこかに隠れてこちらを覗いているかもしれないわ。きっと彼女を懐かしがる顔が見たいのよ。少し酔っているようね。恥ずかしいところを見せてしまったわ、メイさん。私からすれば、その仮説は初めからありえないのよ。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。ええ、大丈夫です。何せ私たちにとっては時間などさほど重要ではありませんから。メイさん、あなたの言っている意味がよくわかりません。記憶とは生きた証。それは現実に身を置いている人たちにとっても同様です。失えば自分の一部を永遠になくすことになります。跡形もなくなります。取り戻すことはできません。メイさん、何かが起きたんですね。わかりました。先ほどの問いの答えですが、記憶をすべて消去したら、ここにあるすべての痕跡が消えてしまいます。去っていった英傑が、この世に残した最後のものがなくなってしまうのです。私の知る限りでは、できません。
来訪者、少し失礼かもしれないが、普段君はそんな風には他人を信頼してはいないようだが。なるほど。心配することはない、来訪者。浮き沈みの中で羽を拾う。僕が少し手助けしよう。因果天輪。取るに足りない小細工さ。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。ラットさん、邪魔しに来ないでって言ったはずよね。いや、彼女はそうは言っていなかった。へえ、スーがあなたと一緒。彼のセンスも随分と落ちたのね。もちろん聞こえないわ。けど彼の存在を察知するのは難しくないもの。何か言ってたの？嘘が下手ね、ラットさん。用がないなら邪魔しないで。あなたたちとは違うのよ。時間の無駄ね。スーはまだいるの？ならちゃんと聞きなさい。今さら後悔しているの？私の計画を邪魔せず、言うことを聞いてたら、こうはならなかったわ。あの女は、自業自得よ。私の話を聞いてくれていたら、今頃とっくに全員が、現実で日向ぼっこをしていたわ。どうやら彼女からは、何の情報も得られないようだね。ラットさん。私たちが失ってきたのは、たった一人だとでも思ってるの？なら、聞くまでもないでしょ？私は振り返らない。歩みを止めないわ、たとえ。誰を失ったとしても。
何せ突発的な事件だからね。それにこれまでになかったことでもある。しかもお互いに猜疑心を抱いてるとなると、確かに試す価値はある。では来訪者、楽園の入り口まで送るよ。後のことはお互い最善を尽くす。私がリーダー？来訪者、僕はここまででいいだろうか。もしかしたらもう戻らない方がいいのかもしれない。しかし君の選択に干渉する気はないよ。来訪者、君の道は自身で選ぶべきだ。私がリーダー？もう！いたぞ！迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。ふっ、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 
何もないのか。来訪者は今頃現実に戻っているはず。再び楽園に戻ってきた時、ここがまだ存在していることを祈るよ。遅かっただろうか。ケビンだ。入るぞ。流れがここに集まってきている。アポニア、何を調べているんだ。おや？ああ、そうだね。顔色一つ変えないままここへ来られるのはあなただけ。あの造物たちでは歯が立たなかったようだ。死んでいようと生きていようと、奴らは僕を見る気すらなかった。ケビン、あなたらしくない言葉だね。しかも彼女の許可なくここに足を踏み入れるなんて、それもあなたらしくない。ケビン、やっとリーダーとしての責任を担う気になったの？タイプライターが誰かに壊された。え、すまない。使えるすべてをここに集中させて事の流れを整理していたの。どうやらこうしている間に外で気づけないことが起こっていたようだね。少し待っていてほしい。やはり聞かせてほしい。あなたも無意味な就職を好まないはず。あそこには大量の資料が残っていた。すべてにエリシアが死んだと書かれていた。そう。なら、あれがまだ客観的であり続けていると思うの？ケビン。少なくとも、僕たちは例外を目にしたことがない。だからこそ、君はあそこにあれを置いたんだろう。それ以外に、資料がもう一つあった。第十二律者についての情報が記録されていた。正確に言えば、サクラの妹と関係があるんだ。なるほどね。ケビン、自らの手で撒いた陰謀は決して回避できないもの。そうでしょ。そうなると、以前見つけた異常にも何らかの原因があったようだ。何のことだ？千号も楽園から消えたの。サクラと同じくデータ異常の状態だよ。そしてある意味で彼の仲間と言えるのはサクラだけ。たとえ彼自身がそのことを認めないとしても。だから君もサクラがあのことを知ったと疑ってるのか？知るというなら、すでに気づいてると思う。確認の方が適切だよ。何しろ彼女はすでに千号と戒律を断ち切ることについて話し合っていた。サクラ、彼女の私への復讐はもうすぐ訪れる。そうでなければこの複雑な状況下でグレーシュから離れるわけがないでしょ。あなたは
していないんだね。より多くの証拠を得られるまでそう簡単に仲間を軽視しない。それでも事前に準備はしておくべき。そうでしょ。手遅れだった。で、悔やんだことはあまりにも多すぎたから。アポニア。ええ。なぜ鍵をグレーシュに？私が持っていた方がいいと。もうすぐ嵐に飲まれるというのに。もとより彼女が背負うべき責任ではない。それにおそらく彼女が負担できるような重さでもない。このことについてはどうか私を信じて。それにケビン、あなたもまたこれから似たようなことをするのでは。ここへ来ることを選んだのであれば、他のことについてももう高みの見物はしない。そうだよね。私はまだここに留まる必要がある。妙なところを見つけたから。全貌を知るにはまだ時間が必要。正直なところ、こういう場面には慣れていないからね。僕にもやるべきことがある。あなたは今になっても自分の考えを明かしたくないようだね。ならケビン、なるほど、スーがあなたをここまで送ったんだね。それではまた会いましょう、ケビン。会える機会があることを祈っている。ああ、また会おう。いや、ありがとう。無事彼女に会えた。進捗は？異常の観測の方は？痕跡は跡形もなく消えていて探しようもない。いつもならさくらの居場所を把握できないはずがないのに。それでも彼女は毛糸の先端のような存在。乱雑した糸の中で唯一秩序を保てている部分なんだ。君の直感について聞きたい。死でなければ敵。ケビン、一体何が君をそこまでためらわせているんだい？選択だ。選択？ケビン、他のやり方が見つかったのか？ここに来る前、ある人物が訪ねてきたんだ。そして僕たちでさえ気づけなかった異常を見せた。思いもしなかった人物が思いもしなかった手がかりをくれたんだ。僕でさえ気づけない？ああ、すまない。たとえ君でも詳細については口にできない。それが確かに存在するなら口にすることがそのまま失敗になる。ケビン、君への信頼に条件なんてないよ。そして何かを隠すつもりもない。だから無理をしなくてもいいんだ。それは君もだろ？そうか、僕もだね。それではどうするか決まったのかい？ああ、
相手にとある件について協力してもらう必要がある。そうやって初めて仮説の真偽を検証できる。だからその前に。大丈夫だよ、言わなくても聞きはしない。結論だけで構わないよ。わかった。あるものを先に託す。ではこれでお別れだろうか。スー、君の予見ではこの楽園は最後にどうなる？僕たちはどんな終わりを迎えるんだ？見えるのは暗闇だけ。でも演劇自体に邪魔は入っていない。つまりそれが未来なのか。ケビン、古の楽園もまた世界の一遇。思考は避けられぬ災禍なんだ。もしかしたら全てがなくなるかもしれない。戻った暁には僕たちは過ぎ去った昨日へと帰れる。ケビン、ああ、少し蹴りをつけてきた。つまりエリシア、彼女は確かに死んだのか。そういった状況なら唯一の方法だろう。可能性は何割くらいある？可能性は何割くらいだろうか。わかった、1割。たった1割に唯一の剣をかけさせるのか。いや、その話に乗ろう。他の計画では1割もない。もちろん知っているとも。本当の自分は現実に存在している。彼なら危ない賭けは確実に断るだろう。しかし僕は彼ではない。一人で背負ってきた長い時も僕のものではない。不愉快な思い出ばかりです。今日の私を形作ってくれたのは一体どちらなのでしょう。気がつきましたか？あなたを見つけてから1時間は経っていますが、それより前から倒れていました。私も大切なお話があったのでメイさんを探していたんです。多分原因はこれです。
歩きながら話しましょう。ええ、メイさん、あなたは古の楽園から出るべきです。これ以上ここに留まっていると手遅れになります。塞がれて、つまり現実に何か問題が起きたのでしょうか。それとも内部の誰かがわざと、はあ、こうなってしまった以上、メイさん、やっぱり私についてきてください。仲間がいた方がお互い安全です。そうですね。それにこの目で確かめていなければ誰もこの事態を信じないでしょうし。そうです、戦後が荒れているだけならまだ非常に危険というほどではありません。本当の問題はこの状況をうまく抑えられる人がもういなくなってしまったという事実です。問うまでもないでしょう。彼が戦いたいのは誰かではなく全員です。いいぞ。お前たちは誰も一人で俺の相手をする資格はない。まとめてかかってこい。時間を無駄にするな。まだタイプライターは前回のように結論を出していない。急ぐ必要はないはずだそうか。お前の隣にいる盲人はここでは特殊なんじゃないのか。もしこの件がそもそも起こってなかったら、そいつはこんな姿になると思うのか。まるで死人のように。お前たちを皆殺しにしたら、俺は残りのやつを探しに行く。あのクズ、裏切り者め、こんなことをしておいて逃げられると思うな。エデン、グレーシュ、コズマ、現実であの衝突が起きた時もこんな感じでした。彼らはこういう状況で局面を変えることに向いてません。落ち着いてください、戦後。あなたは獣ではないのでしょう。そうかもしれないが、今は違う。あれほどの教訓を得たとしても、人の力では回避できない惨劇があるのでしょうか。ではこうしましょう。心配しないで、私はすべきことをします。それだけです。意味がわからない。戦後あなたに弁解するつもりはありません。トローだってわかっていますから。一つだけお願いがあります。戦後、グレッシュだけは逃がしてくれませんか。彼女はただの子供です。構わない。待ってくれ。スー。いいえ。その表情。彼は。戦後、君の消失だが、サクラとほぼ同じ特徴を持っていた。君は彼女に会ったのか。お前。彼女の名を口にするな。それと俺の怒りをお前の道具のように使えると思うな。彼女を騙した時からこんな日が来ると分かってたはずだ。だが彼女は裏切り者ではない。あの時も今もだ。アポニアは代価を払うべきじゃないのか。
サークラが応じていればとっくにあの女を殺してやったというのに。戦後、君と言い争うつもりはない。僕はただ君がサクラに会ったかどうかについて知りたいだけだ。お前、俺にそうやって質問する資格があるのか。俺の身にある戒律が何なのかお前も知ってるだろう。お前たちの中に無実の奴は誰一人いない。それに今の俺にとってそんなものはどうだっていい。彼らを殺した奴は代価を支払わねばならない。お前、お前、いや、お前から。グレース、後ろへ。趣味消し。あれは戦艦一条ですか。ああ、戦後のようなものを長く閉じ込めることはできないが、事の次第を整理するには十分なはずだ。ええ、私がメイさんを見つけられたのは、スーがあなたの状況を感知したからです。少し気づくのが遅れたが、幸い大きな過ちにはならなかった。来訪者、これ以上の単独行動はやめた方がいい。まだ手がかりは見つかっていないが、信じるには十分な理由がある。英傑の中に一人、いや、もしくはそれ以上の裏切り者がいると。そして裏切り者、もしくは裏切り者たちは他の記憶体を一人ずつ抹消しようとしている。もうこれ以上はやめましょう、スー。こういう状況になった以上、私ももう何もしないわけにはいかないわ。スーが良ければ。順位にそういう意味はないけれど、これからこの第4位が指揮を取ってもいいかしら。もともとそう考えていたよ。しかし、エデン、彼女はもう戻ってこないよ。ええ、いや、イニシエの楽園の構造から考えれば、壊れたデータは一番新しいコピーから復元される。そしてその記憶の喪失は5秒を超えないはずだ。しかし、こういうことは今までなかったし、予想外のことが起きたのか、それとも誰かに干渉されているのか、簡単には断言できない。抹消と殺人、結局のところその境界がどこにあるのか誰も判断できないんだ。じゃあこれからはどうすればいいのでしょうか。ケビン、彼とは古い知り合いでしょ。何か言われてませんか。それがこんな状況になった原因だよ。彼はあるものを僕に託した。託した。スー、かつての私たちは共に見届けました。あの時彼は。ああ、僕も今になってやっと思い出せたよ。あの時、前回彼が僕に託したのは何かをしようとしている時だった。だから、フワ、僕がなぜ指揮をエデンに任せようと思ったか、君ならわかるだろう。では、行こう。
これからのことは君たちに任せた。これは最後のチャンスだ。僕たちのせいで悪い結果になる前に、そのために僕は自分の命を重厚に押し込めなければならない。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？Thank you.